はい、またちょっとで新しいバーナーが来ました。ものはこれです。ケースはね、これです。お弁当箱用のバッグに入れてます。はい、ちょっとね、もうセットにしてはあるんですけれども、ものはこれです。はい、中にはね、スノピのケトルナンバーワンをクッカーとして使えるサイズだったので一緒に入れています。傷防止ね。サイズ的にはこんな感じ。はい、似たようなバーナーのと比べてみようとすると、これかな、オプティマスのスベアの 123R で、まあこれとか、あとドイツの、ジュエルでしたっけ、なんかを、まあこのスベアとジュエル、ドイツのジュエルっていうような、まあ このスベアをフューチャーした、ものがドイツ製のジュエルっていうバーナーがあるらしいんですけどもね、それは持ってないんでサイズ感は私分かりません。の2つを、スベアとジュエルをフューチャーしたもので、それをさらに中国の人が最近真似したものが、これだっていうふうに言われていますね。開けてみますね。ちょっと工具類とかね、予備部品がついてたんで、ばらけないようにラップで巻いてあります。してみると、よいしょ、まあ高さがだいぶ違いますね。径もだいぶ違うと。まあバーナーは似たような感じです。ちょっとこっちの方がね、バーナーヘッドがちょっとくぼみがきついかなっていう感じがしますね。これもこれはサイレントバーナータイプになっているんで、ちょっと純粋に比較はできないかなっていう気がします。ごとくの大きさはこの、中国のバージョンが一番小さくてね、重なるんだね。123の方が大きくて、ロシアの、バーナーの方がさらにでっかいという感じです。でこのバーナーの、名前は、しっかり分かりませんけど、これが PT2 っていう、名前のようですね。同じロシアのバーナーで PT2 っていうのが、どれだっけな、これか、よいしょ、
こういう PT 地図、同じロね、ロシア語しっかり読めませんけど、同じく PT 地図って同じ名前ですね。会社が同じなのかどうかは分かりません。その辺は私はロシア語を読めないので、よくわからないですが、このバーナー、どこ行った？PT2 の同じシリーズでですね、PT1、8R の、コンパッチというか、フューチャー品ですね、そのタイプもあるんですが、まあそれは私 8R と99を持っているのでまあいいかなと思って、この PT2 というのを買うことにしました。でちょっと変わっているのが、下も取れます。で、よいしょ、これか、123R もね、こういう遮熱の板がついているんですが、これは真鍮の薄っぺらい板、がついてるだけです。で、入手してみて、このが動画で 見るだけですとね、こういうステンレスの鉄板がついてるのかなと思ったら、結構ね、素材は分からないですが結構分厚い板がついてるんですね。結構硬いです。で、よく見ますとこのステンレスの板、このシルバーですねとこの黒い板の間に石綿のような多分断熱なのかな、こんなものが仕込んだ結構分厚い、板が入ってました。ただ構造的にこのバーナーが、火を、起こしてる間は、ね、熱がどんどんタンクにかかるので、タンク自体は結構熱くなりますね。よいしょ、これでいいのかな、固定できたのかな。よいしょ、で、これを回すとロックがかかると。はい、いうものです。で、一度点火をした時にですね、全然炎が上がりませんでした。で、理由は何かと言いますと、この、タンクの蓋に安全弁がついているんですが、その安全弁のね、スプリングがもうだいぶ錆びてまして、これちょっととんがってるかと思うんですが、スプリング一巻きが錆びて朽ちてとんばらけてました。なので同じスプリングはね、もう手に入らないと思うんで、ちょっとサイズを測って
長さ全然違うんですけどね。直径だけ、この直径だけ測って、Amazon で違うスプリングを買いました。まあスプリングだけでね、探してるといろんなサイズが あったんですけども、まあまあ似たようなサイズがたまたま見つけられましたんで、付け替えて装着をしています。アルコールね、100均のケースです。あ、いっぱいこぼしました。いっぱいこぼしたな、ちょっと危ないな。まあいいか。はい、点火します。つくでしょう。点火しましたね。アルコール、プレヒート用のアルコールが、全部燃え切れば本燃焼に入ると思います。このバーナーはクリーニングロッド付きですので、結構メンテは楽かもしれません。スビアの2階では、燃焼音は静かかなというふうに思いますね。サイレントバーナーつけてるタイプもあるよっていうか、改造してるのかもしれないですが、まあ、ガソリンバーナーにしては静かな方なんで、これでもいいかなっていうふうに思っています。はい、こんなの買ってしまいましたっていう動画でした。また何かあれば動画したいと作ってみたいと思います。以上です。